はい、ゆっきーでーす。今回、食べていく、昆虫は、こちら。パカッ、少量バッター。おっと、元気。元気いっぱいでございます。とは、貴様。うわ、なんかでっかいうんこしてるし。少量バッターです。こちらはね、あれにしたいと思います。ね、こちら。日本最大のね、バッタです。少量バッタという名なんですけど、なぜか、でかいです。食べ方は、今回はちょっと油で揚げないで、素揚げじゃなくて、あれにしたいと思います。フライパンでね、酢炒め。何も使わない。ちょっと足はもぎます。ちょっとでかいやつ。でかい2本の足はもぎます。悪いな。お前も俺の糧になってくれたまえ。ね。フライパンで、油を引かずに、素焼きですね。弱火で。うん。少量バッターは昔から、ね、結構、よく捕まえたことありますね。うん。結構かっこいいというか、細いですよね。で、バッタ類はね、基本的にね、なんかね、掴んだりするとね、口からなんか黒いね、液体出すんですけど、あれは何なんでしょうか？未だにさっぱりわかりません。あれは何なんでしょうかね？あれはなんかあれなのかな？危険を察知してあれな、してんのかな？それでは。危険を察知して黒い液を出すんですかね、口からね。シャッ、こら、あー、ちょっとカップピパピプペッポ、ちょっとパピプペポ、ちょ、待て、アメーン。バッタはね、焼くとね、赤色になるんですよ。なんでか知りません。で、亀五郎は言ってました。美味しかったって。エビだって言ってたね。うめえって言ってた。よし。アメーン！皆さんご唱和ください。アメーン！皆さんご唱和ください。アメーン！アメーン。結構ね、匂いが独特なんですよ。虫って結構匂いが独特だったりするんで。弱火でじっくり煮ましょう。煮ましょうじゃねえ。炒めましょう。弱火でじっくりね。アメーン！ほんとあれだな。なんていうかさ、タンパク質ってさ、なんかさ、無心でなんか、タンパク質がさ、虫には含まれてるって結構言われるけどさ、タンパク質っていうかなんか油っぽいよね。なんか油っぽいんですよね。油で揚げてるからかな。でもなんか油の独特のなんか変な油の匂いするね。虫食べるとね、カブトムシとか。カブトムシとセミはなんかあれっす。変な油の香りがするね。味がします。
で、まあ前食べましたけど、あの、セミの幼虫、セミの幼虫はね、あんまりね、あれ食わない方がいいです。あれ美味しくないです。あの、身は締まってるんですけどね、食った後にね、なぜかね、口からね、あの、カメムシの香りが してくるんでね、あれ何なんですかね。あれ、カメムシと同じ成分でも入ってんのかな、あれな。ちょっとわかんねえんですけど、なぜか自分の口からなんか臭い匂いが出るんですよ。あれ、カメムシ、わかんねえな。あれ、何なんだろうな。カメムシは大体食おうと思いませんけどね。大体臭いんで食いたくないです。カメムシは臭いんで食いたくないですね。じっくり焼きましょう。で、これ後で、あれ、羽をもぎます。羽をもぎます。羽はね、ちょっと羽とかカブトムシ食って分かったけど、あれ、やっぱ足とかがね、すげえ邪魔になるんですよね、口の中で。ガム噛んでるみたい。ガム噛んでるみたいじゃないんですけど。明らかに硬い何かが噛んでるみたいな。ねえ、食えない硬いものをなんか噛んでるみたいな。感じします、ね。じっくり焼きましょう。手足はこれ、もいだ方がいいですね。手足はね、もぎましょう。じっくり。俺もあの、亀五郎みたいな、あの、串で刺してさ、あのさ、遠火でさ、焼きたいんですけど、IH がうちにはなく、IH しかなくて。あとあるとしたらトースターですね。トースターしかないですね。トースターで焼くのもあれだな、なんかあれなんだ。まあいいんだけど。トースターでも別にいいんだけど。はい、ということで、出来上がりでーす。それでは実食タイム。ちょっとね、あのフライパンがね、ほとんどあの物入れてないでね、あの加熱するとね、あのテフロン加工がね、あの死んで、もうそれとやめますということで、ちょっということで、こちら、はい、ね、少量バッタの素焼き、塩振って食べましょう。それではいただきます。ちょウィッシュ、いただきましょう。お、これカッパエビセンだ、これ。エビ、カッパエビセン。あ、カッパエビセンだな。すごい歯ごたえがいい。シャクシャク言って。これエビですね。カッパエビセンだ、これ。これ目つぶって食えば、これカッパエビセンじゃないか。ほぼエビだな、これ。やめられない、止まらない、カッパエビセンじゃない。やめられない、止まらないけど、カッパエビセンじゃない。
ということで、これカッパエビセンです。まあ、というよりは、まあ、桜エビみたいなもんかな。桜エビ。おもう本当にカリカリうまいですね、これね。これうまい。うまいんだけど、まあ前に、あの、沼エビ食べましたけど、沼エビ食べたけど、まあでも、うまいけど、うまいんだけど、見た目的にやっぱカッパエビセンじゃなくて、あの、エビじゃないからね。あれは完全にエビだからうまいと思ったけど。まあ、エビだな、これ、完全に。まあでも見た目がよろしくないということで、ほぼほぼ味はうまいんですけど。うん。まあ、四つ星か五つ星ちょっと悩むところですが、まあ、四つ星ですね、これは。うまい！これはあの、カッパエビセンみたいなもんです。ほとんどカッパエビセンだな。エビというよりカッパエビセン。うん。なんかスナックみたいにサク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 いけた。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。